や様こんばんは。今日も徹子の部屋。藤井風のキラリ。少女漫画の主人公も瞳の中がキラリと輝いております。キラリにハラリ。ピカリ。キラリ。久しぶりにお届けいたしました。明日も藤井風の祭り、こうご期待くださいな。祭りも練習すれば弾けるようになるのであると。人間はできないことは何一つないのであると。子供たちも少しゆっくりゆっくり、基本もゆっくり練習すれば必ず夢は叶います。お絵描きの好きな子、スポーツの好きな子も、好きなことには人は頑張れるのです。先生も間違いやミスを重ねて徐々にできるようになってきます。最初は誰でも初心者です。人に優しく
励まして完璧を求めないで、ゆっくりあらできるわね、たらできるわね、自信を持つことも大切です。自信を与える、どうすればピアノに楽しく向き合ってくれるかな、なんでこの曲はできないのかなと考えて一緒に乗り越えることも大切です。なかなか練習がはかどらない、家庭で練習す、なかなかピアノに座る時間がない、これには多分原因があると思いますが、他の習い事も忙しい、部活動も忙しい、これは当然のことです。身近なところに小さな電子キーボードやおもちゃのピアノで楽しく簡単な格好や蝶々、ブンブンブン、カエルの歌、よく知っている曲をドレミで歌いながら弾く、これだけでも全然違ってきます。まず練習しない、できない原因は、簡単な曲を楽しく歌いながらそばに身近に楽器を置いてあげることで興味を持って触れてくれると思います。諦めずに一緒に楽しく学びましょうね。それでは明日も徹子の部屋もご期待ください。希望の方、先生に何でもおっしゃってくださいね。それでは皆様、寝苦しい暑い夜でございます。適度に涼をとって、リラックマリラックマリラックマ、風通しの良い服で、外ではマスクを外して熱中症予防にも気を使ってくださいね。それでは